じゃあ、何でしたっけ今日のタイトルは大人の音楽祭りでしたね。はい、最後でございます。T.I. Tokyo と申します。どうぞよろしくお願いいたします。よし、じゃあ一曲やってから喋ろうかな。はい、じゃあ行きましょう。できんのかな、大丈夫かな、半分見えない。 Where are you from? ノルウェイ。ノルウェイ、おー、じゃあ英語の人じゃないぞ。よかった。そうか、 You play a Norwegian song after? You play a song from Norway after? You play a Norwegian band?Take on me? Uh-huh. No way. 大樹君すげえな。僕は2年ぐらい海外生活してます。ああ、そうか。すげえな。びっくりし
りしちゃった今日若い人の方がいらっしゃるんでどうしていいかわからないなと思ってずっとちょっとやばいなと思ってたんですけど、ね、そうかじゃあ譜面台をここに置こうかな間違った英語だったらまずいもんね。大体 見間違えるんですけどね、まあ、そんなことで、TI 東京なんですけども、今年初ライブでございまして、いやいやいやどうもありがとうございます。皆さん明けましておめでとうございますという感じでございますが、水族館ね、なんとか今日はやれてよかったなということでございますけども、なんかマスターがね、ちょっと急遽というお話をちょっと聞きましたけども、代理の方は何という方なんですか。代理は山下真嗣と申します。あ、山下真嗣さん、今日ありがとうございます。本当にね、もう勝手も分からず、さっき聞いてたら明日のスケジュールも知らないということでもう大変な留守番をね、持たされてしまったんだなというふうに思いますけどね。まあまあそれはそれとして、ね、また水族館でやると大変嬉しく思っております。また魚に囲まれながらちょっと楽しくいきましょうか、はい、今日は結構ね、すごくアコースティックのオリジナルの、ね、ちょっとあれはかっこいい&面白いみたいな感じでございます、はい、ちょっと僕の中ではこうキリンジを思い浮かんだ感じもありますけど、すごくいいな。そしてレッチリのね、はい、最高でございます。ありがとうございますということで、うちもちょっとだけロック中のやつを、じゃあ次行きましょうかね。はい、ムーボン。Yeah.
次なんですけども、またちょっと、新曲を今日用意してきましてですね、これはリッチー・コクセンね、まあ、昔はクラシカルな早弾きギタリストでしたけど、最近はなんかモータウンだったりブルースだったりっていう、歌うたうかっこいいギタリストで、ちょっと前にはミスター・ビッグのポール・ギルバートの代わりに、はい、加入して、まあ、そうギルバートの時よりかっこよくなっちゃった。ポール・ギルバートの立場を見て。もうないです、ね。はい、でちょっと、ここをリハした時に、僕ら声出してないんですよ、ね。そういうのね。出してたよ。あ、出してた。俺だけだ。そうだ、俺だけ出してなかった。じゃあちょっと、青を上げ目で。そうそう、これは大樹君がちょっとチョイスした曲なんで。結構なチャレンジなんですけど、僕的にはね、この歌い方で歌えるのかっていう、まあ最終的には伊藤節になっちゃうんですけども、まあまあ、T.I. なりの曲を作っていこうと思いますが、 OK? はい、
ゃあ、リッチー・コッツェですね、インアンインスタントという曲をお送りしましょう。ちょっと緊張せずに歌えるかもしれない英語じゃないからみたいなところでございますけど、はい。
から、大人のしっとり系のやつをやります。デザインI'm gonna hold it tight.
いつもこれを歌うとね、なんか気持ちが入っちゃうんですよね。これはあの詩は僕が書いたんですけど、曲はあの札幌のね、スローハンドという、お店があります。そこの、マスターギターレッスンですけど、矢作さんという方が曲を書いていただきました。うちはあの実はほぼほぼ、北海道出身メンバーが多いんですけども、はい、ね、ね。次はマイケル・ジャクソンの曲なんですけども、Love Never Felt So Good という曲なんですけども、なんかね、この曲をやるとあのナオさんとね、あの去年キリユの、あのエースホテルというところで、一泊泊まってですね、1日2ステージス、3バンクスと一緒に交互にですね、こうやったなんかこう戦友的なことを思い出すんですけど、あの青空でね、あのこうオープンデッキの外でこうやってたんですけども、なんかね、このちょっと天気がいい感じがこの曲にちょっとぴったり合ってたなと、なんかこれをやるとね、思い出します、ね、そこであのリッキーさんって言うんですけどもリッキーさんもね、はい、あのすごい楽しい人だということもよく分かりましたので、はい、あのカラオケボックス面白かったですねまあまあそんな思い出の曲でございます。
皆さん元気ですか。でも山下さんも大変だね。昨日の夜ライブだったんですよね。昨日のライブやって、自分主催のライブやって、中やりながら出て、で今日は昼営業をライブまでやって、ただ夜の部、明日は誰が来るかわからない。多分曲だけだと思うんですが、わかりません。いや、大変だな、ね、ありがとうございますということで、じゃあ最後の曲に行きましょうか、ね、さあ、みんな次はちょっと手拍子ぐらいいけるかな、はい、じゃあ最後ですね、ジョージ・ベンソンバージョンでございますが、Feel Like Making Love でお別れでございます。今日はありがとうございました。大丈夫。
でございます。それで今日はもう使わないからタムはなしということですね。やってみましょうか。はい、じゃあすいません。はい、ありがとうございます。あの一応うちのバンドはあの基本的にあの AOR バンドでございまして、最近なんかだんだんこう方向がいろんなところに来てるんですけども、だんだん僕をいじめてるんじゃないかという楽曲もいろいろありますが、まあ、自分が選んじゃうとね、あの選ばない曲もうやらない曲、やりたい、やりやすい曲を選んじゃうので、いろいろ挑戦しておりますが、じゃあ最後はですね、はい、24丁目バージョン、はい、の、曲でいきましょう。ハイランブロックさんとでいきたいと思いますが、大丈夫？みんな譜面持ってる？持ってない？大丈夫？じゃあ最後なんですね、ショッピングラウンドアゲンで、はい、ありがとうございます。I'm so happy it's raining.
Super Show。